カンジルーです。ようやく顔が元に戻りました。今度のお面は表面がパウチ加工してあるので雨に濡れても大丈夫です。めぐみさんのお面も残っているのでここぞという時に出してきますね。で、今日はこんなガチャガチャをやってきました。そう、いわゆるカプセルトーイです。いたずらアイテムという1回100円のこのガチャガチャ、ゴキブリとかブーブクッションが入ってるみたいなのですが、僕が狙ったのはひたすらこのうんこ。どうです、このひねり出し感最強でしょ。うんこを出したい、この中に溜まっているうんこを出してやりたい、そう思いながら回したのですが、結局出てきたのはパサついていそうなドーナツ。まさに今が旬のゴキブリ、そしてナウシカで空を飛んでいた虫に似ているムカデのストラップ。マジかマジかマジか、まあいらないものばかりでしたね。なのでこのガチャガチャ、うんこが出るまでやります。うんこを出すまで頑張ります。もう一回言いますね、汚えクソがひねり出されるまで踏ん張ります。また未来警察官の時のようにツイキャスにてうんこを出すところを生中継します。ツイキャスの方を通知登録しておいてくださいね。もう一度言います、たまりにたまった硬いうんこがいつ出るか分かりませんが、クソは必ず出します、脱粉します。そんだけ。つべこべ言わずにチャンネル登録の方よろしくです。口の中で食べてください。砂場みたいになるぐらいたっぷりです。こうすると天津飯がけーくわいー。